と北の大地スベリノという最果てでこの手紙をしたためています。ここは何しようご勘の地。我只准存跟宋龙子普通在台上对话，超可爱的。松たか子さんのあの緩急自在な演技っていうか、すごくその作品の深いテーマっていうか、重いものをちゃんとそっちの真剣なお芝居でも見せられるのが素晴らしいと思います。好きがもすごい伝わる、うん、すごい伝わります。恥ずかしい。いや、いいんですよ。孫悟空本人超级好看然后他就有从我就回首然后我就太好看了